J-WAVE 81.3 FM. Life is various. Thinking with you, Rajipedia. どうも皆さんこんばんは。木曜ラジペディア始まりましたね。木曜日は浜岡本が担当しております。岡本図の浜岡本でございます。いつもはスタジオに入って僕の声の音量をねこうチェックしていただいて始まるんですけど、今日ちょっとレコーディングスタジオからババッと来てちょっと いろいろガイガイやってたら、その時間ちょっとやばいないと思ったら大丈夫大丈夫っつって皆さんが言ってくれたんですけど、案の定僕が叫んだら今ちょっと割れました。すいませんね。たまにこうミキサーさんとかにもこう嫌な顔されるんです。急にでかい声出すなお前みたいなね。ねでまとめちゃいましたけど、今週は業界用語で言うところのスペシャルウィークですと書いてありますけど、業界あまあ、スペシャルウィークってそっか、まあ言わないか。業界用語って聞くとああいうなんかシースーとかそういうルービーとかそういうのに、そういうのかなと思っちゃいますけど、そっか、スペシャルウィークなんてみんな使わないですもんね普段ね。今週はスペシャルウィークですよ皆さんね。なんで今日、まあ木曜ラジペディはいつも盛りだくさんですけど、今日はもうより盛りだくさんですからね。まあツイッターとかホームページの方では、まあ、先週ももう言いましたけどね、こう今日はスペシャルな方からのコメントがたくさん待ってますからよろしくお願いします。J ブラジペディア、この番組は現代社会にあふれる正解のない疑問にフォーカスし、リスナーの皆さんと一緒に考える番組です。交錯するさまざまな声をもとに楽しく生きるヒントを見つけていきましょう。今夜皆さんと一緒に考えるテーマはこちら、キュートでもいいですか。おい、結構なリバービーな感じですけどね。まあ、このテーマは、家入さんの日の方がいいんじゃねえかっていうのは散々先週も言ってきましたけどね。まあ一番キュートとほど遠い、木曜日が今夜はそんなテーマでお送りしますけどね。まあでも、僕結構、なんかこう、よく見たらつぶらな瞳してるんだねみたいなことよく言われますよ。うん。ね。スタジオ内に訴えかけても誰もリアクションしてくれないんですけどね。そうそう。あれ、俺スーさんになってからそんな少ない拍手初めてだ。びっくりした今。ちょっとよぎったわ。しかもなんか今スーさんの後ろに日浦さんもいるから、もうなんかすごいわ今ダブってて。まあ今日頑張りますよ2時間ね。まあキュートに僕がなれるのかみたいなところも含め、皆さんもキュートになる方法をこの2時間で見つけてくださいね。岡本綱浜岡本がお送りしている J ブラジペディアは2時まで続きますからよろしくお願いします。それでは今夜はこの曲からスタートです。大滝栄一でファンタイムス4。はい、お送りしたのは大竹一でファンタイムス4でした。この曲終わりのこのスタジオの雰囲気がとってもいいですよね。好きなんですよ。はい、六本木ヒルズ33階からお送りしている J ブラジペディア、岡本図の浜岡本が生放送でお送りしています。今夜のテーマはキュートでもいいですか。クールな BG かかってますけど、この正解のない疑問について僕と一緒に考えてくれる情報の運び屋、今夜のポーターさんをご紹介しましょう。この人です。ポーターの橋でございます。どうもこんばんは。はい、あのね、浜さん、はい、家入さんがやった方がいいテーマをポーターがおっさんの僕という ね本当にすいません。でもハチさんも9投目じゃないですか。どっちかって言ったらキュートです。うん、テラちゃんはキュートじゃない。テラちゃん違いますね。うん、まあ、テラちゃんもキュートなとこありますけど、全体的なキュートさ、そこはやっぱり浜さんと僕ですよ。そうですよね、キュートは。うん、それやるならやっぱここ2人。だってここじゃなかったら多分これ翔平さんとかじゃできないですから、ね、確かに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まあ、僕から見てもですね、浜さんはこう、うん、とってもキュートだなと思うような部分がいっぱい
ぱいあるんですけども。あ、本当ですか。ご自身ではどうですか。まあ、さっきもちょっと言ってましたけど、なんか内面の部分ですとか、はいはいはい、ちょっとその、まあ見た目じゃない部分で、なんか俺結構キュートだなって思う瞬間とかありますか。キュートだなって思うっていうか、まあ、この外見からして意外だって言われるのは、まあ、その、蛾が嫌いっていうのと、あ、虫の蛾ですね。はい、虫の蛾、はい、まあ、虫が嫌いなのと、はい。あとはまあ、先々週ぐらいですか、メンバーにもリークされましたけど、その、用を足すときは基本個室便所。キュート。キュートかな、まあでも、その見せたくないっていうのは、キュートじゃないか、別に。でもそれ見せたくないですもんね。まあ見せ、まあまあまあ人に見せるもんじゃないですからな。でもそうですよね。まあそうかな。あ、でまあそういうちょっと人によってそのキュートだなと思うポイント違いますからね。まあね、あと背が低いの結構みんな意外だ、なんかもっとね、170いくつあると思われがちなんですよ、僕。じゃあステージで大きく見えてるんですか？そう、それはいいことなんですけど、はい、だから結構言われますよ、なんかお客さんとかにツアーとかやってるとなんか終わった後、まあたまたま会ったりとかすると。え、なんか結構ちっちゃいんですね、みたいな。かわいい。そうそうそう。なんか、思ったよりフィギュア感があるみたい。あ、思ったよりフィギュア感がある。あ、それキュートっちゃキュート、ね、かもしれないですね。まあ、あんま自分では思わない、ね。まあ、でもなんか自分で言うのもなんですよね。ね、男は。まあ、聞いといてなんですけども。まあ、僕もいっぱいあるんですけど、それはちょっと曲中に浜さんにちょっとずつ。個人的に。はい。お願いします、まあ。今夜もですね、ラジオの前の皆さんのために、とびっきりなネタをご用意いたしました、はい。ありがとうございます。浜さんも大好き。街頭インタビュー。今なおキュートな、あの、下田景樹さんへの直撃インタビュー。それすごいっすね。そして、はい。とってもキュートな、桃色クローバー Z からのコメントもお届けします。はい、そうですよ。もう賑わってますから、今、本当に。スペシャルウィークですから、業界。今日だから、僕のラジオとか聞いたことない人もたくさん、多分、桃黒待ちしてる方が今聞いてくれてると思うんですよね。間違いないですね。間違いないですよね。特別だけど、特別じゃない。うん。普段通りのカジュアルな浜辺をあなたに。はい、ありがとうございます。しかも、あの、聞いたところによると、あの、ももクロちゃんからプレゼントが、なんかあるとかないとかで。それは聞かなきゃわかりませんか、ね。ぶっちゃけ俺がもらって帰ってやろうと思ってるんですけどね。あら。全部。そうですね。いや、嘘ですよ。それぐらい欲しいよ。そのプレゼント的なこともあるんで、皆さん、本当、お聞き逃さないようによろしくお願いします。はい、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。これまでにあなたが見た、キュートな人や物や仕草。仕草ね。キュートになるために努力していること。キュートなメール、お待ちしております。メッセージの宛先は PC 携帯の JWEB サイト、j-wave.co.jp からラジペディアを選んで送ってください。またはメールアドレス、radio@j-wave.co.jp までお願いします。グッと来たメールメールにはラジペディアオフィシャル缶バッジの浜缶。これを差し上げます。よろしくお願いします。そしてツイッターでも番組をね、盛り上げてください。ツイッターやってるぞって、せっかく聞いてる方でね、ツイッターもやってるぞっていう人はもうバンバン書き込んでいただきたい。ハッシュタグラジペディア、ハッシュタグ JWEB つけてこれつぶやいてくださいね。よろしくお願いします。あ、そうだ。で、今日は楽器を持ってきてるんでね。今日もか。これ出るかな？はい。ね。一弦が鳴りましたよ、今。こんな地味なことある？いや、ほんとさっきまでこのベースで、レコーディングしてたんでね、時が来るまであんま触んないようにしようと思って、なんでね、こうベーシストも聞いてください、ぜひね。今日はだってさ、ももクロちゃんが、まあいいや、後でちゃんと喋ろう。はい。なんでハッシュタグラジペディア JWEB つけてつぶやいてくれると僕見てますからね、パソコンでね、よろしくお願いします。そして今夜こちらのコーナーもやっちゃいます。浜子の部屋。おー、なんだこれ。じゃあもう自分、俺がパーソナリティなのに自分の声で笑っちゃった。すごい効果ですね。はい。このコーナーはまあ毎週毎週、アナログレコードを、生でかけてね、まあ CD もいいですし、まあ MP3 音源もいいですけども、レコードの魅力も分かってもらえたらなというこのコーナー。今夜はですね、我々今年の5月、4月の終わりまであのシンガーソングトゥギャザーツアーというものを岡本さんやってました。1月に出したアルバムのツアーをやったんですけど、そのツアーの中でですね、Are You Happy という僕が作詞をショートした曲があって、その曲のですね、そのシンガーソングトゥギャザーツアー用のアレンジがあるんですよね。ライブアレンジされてたんですけど、そのアレンジの元となった曲を今日は持ってきました。まあアレンジっていうか、ほぼだから Are You Happy の途中でこの曲のカバーをやったと言っても、おかしくはない。ちょっと割とマニアックで
ツアー中反応が2回しかなかったという。あ、もちろん盛り上がってくれるんですけどね。あれじゃんっていう反応はね、俺が覚えてて2回ぐらいしかなかった、この曲をね。まあ今日は改めて皆さんにこの曲だったんですよと。だからツアー参加してくれた方は、あーって思い出すかもしれないんで、お楽しみにしててください。岡本図の浜岡本がナビゲートするラジベリア、キュートなおべべを着て今夜も2時までよろしくお願いします。はい、本日2曲目はブレーノサウェルカルテットで Take it easy my brother Charlie。 テキリージーですね。テキリージーでしょ、発音よく言うとね。これはあれですよ、浜岡本のこう視聴器あさりの末にこう見つけてきた楽曲です。新譜もこうチェックしないといけないからね。はい、なんだその話って感じですけど、岡本図のベース担当、浜岡本、通称ヒゲメガネ乳首ウバザメが生放送中です。 JW ラジベリア、略してハマペディア。ウバザメ全然知らない。 CM 中に見よう。でもあれだ、最近、今日あれせっかくあれなのにあれ言ってないですね。海のごちそう、ハマグリンこと浜岡本です。あれはだってレニちゃんがつけてくれたんですよ。前も僕コメントいただいててね、ももクロの皆さんから。その時に、僕に自己紹介をね、高木さんがつけてくださって。まあ僕、海のごちそうでも何でもないんですけど。まあまあまあ、そうそう。今日はだからそれで言おう。はい。ツイッターで、今日はだからそうですよね、ももクロ町の方も多分たくさんいらっしゃって、さっき図星ですなんて声もありましたけど。あとはね、Are You Happy のその何の曲だろうなんて。そう、それもお楽しみに。まあツアーは別にね、ツアーバージョン聞いたことない方でも曲がかっこいいんで十分楽しめると思いますが、ね、今日はだからね、盛りだくさんですよ、本当に。スペシャルウィークですからね。さあ、ここでメールをご紹介しましょう。今日のテーマはキュートでもいいですか？ラジオネームあずさんです。新曲発売楽しみです。そう、ありがとうございます。11月6日発売ですよ。ももクロの新曲ゴウンと同じなんです。発売日がね。だからもうさ、一緒に買ったらいいじゃない。あ、俺言ってないけど、そう、ちゃんと言ってなかったです。11月6日発売の、桃色クローバー Z の新曲ゴウンで僕ベースを弾いてるんですね。ね。で、同じく11月6日に岡本図の新曲セクシーボディが出るでしょ。だから同じ日に自分がベース弾いてる CD が2枚も出るってことはなかなか普通に生きてる人はあんまないでしょうから。ぜひね、買ってくださいね。まあ、そんな話は後でちゃんとしますけど。今日のテーマ、キュートでもいいですかについて、結論から言うとキュートはセクシーに勝てないと思います。私は好きになった人とはたくさんメールをしたいのですが、なかなか返信をくれないタイプの男の人の場合、胸が小さいのが悩みなんだとメールすると 100% の割合で、大きさなんて関係ないよと食らいついてきます。本当に 100% です。ただ男の人がスケベなだけでしょうか。しかし恋の駆け引きにはキュートなだけではいけないと思いますよ。浜くんもキュートよりセクシーが好きですよね。ぶっこんでくんな。なるほど。そんなメールを送るんだ。そんなメールを送っちゃダメ。ダメでもないけど別に。そっか。100% の割合で大きさなんて関係ないよと返ってくるんだ。ちょっと面白いけどな。どうしよう、自分がそんなメールを送られたら。へー。全部絵文字で返すかも。両手を広げてるやつとかそういうので返すかもしれない。別に、キュートよりセクシーがっていうわけでもないですけどね。なんかこう、煮え切らないな。ここはいつぐらいにしますか？そうですね。じゃあ、でもまあ、あずさんがそんなに、なんか割とプライベートな内容のことを送ってくれるんであれば。じゃあ、でも最近こう惹かれてるんですよね、ダム。あずさんにはダムの浜缶を差し上げます。まあメール待ってますから、どしどし送ってきてください。よろしくお願いしますね。それでは、先ほども言いましたけども、ももクロの新曲と同じ日に発売します。まあ別にももクロと比べるもんでもないんですけど、この曲も随分と我々気合を入れて撮りましたし、もう振り切った楽曲を作ろうということで作りました。11月6日発売の岡本図の新曲です。セクシーボディ。
はい、お送りしたのは11月6日に発売される岡本図のニューシングルでセクシーボディでした。いいでしょ。最近なんかすごい僕そのベースをすっごいスラップって、せっかくあのこういうこういうあの弾き方があって、こう僕全然こういう弾き方しないんですけど、普段この新曲ですげえ久しぶりにこういう弾き方してて、ももクロの曲でもこういうのすっごいやってて、そういう人みたいになってるんですよね、たまたま。いや別に嫌なわけじゃないんですけど、なんかこうタイミングってやっぱあるんだなと思ってね、えまさかこう同じ日に発売されると思ってなかったなと思って、そう、そういう一面もね、まあでも普段やらないから初めて聞いた人は面白いかなと思って、だからなんかすごいベースかっこいいですねって今もツイッターに来てて嬉しいですよ。ベースって普通耳いかないパートですからね、僕はそれをこう覆すために頑張ってますいつも。はい、そんな話はいいとしてそのベース担当浜岡本がお送りしているジェイブラチペディア、略してハマペディア、岡本図のお話もしないとね。ずっと絶賛レコーディング中で、こう長い期間作ってるものはもう少ししたら皆さんにお知らせできるかなと思っております。こちらもお楽しみに。そして新曲セクシーボディ、さっきかけましたけども視聴がスタートしております。そしてですね、11月6日リリースセクシーボディのビデオクリップトレーラー、PV のメイキング映像みたいなものが公開になりました。ホームページとかから調べてぜひぜひ見てください。あの、で、セクシーボディの PV 自体はですね、来週僕らがバンドでやっているユーストリームで初公開されるので、PV もお楽しみにしていてください。そして、ロッキンオンプレゼンツカウントダウンジャパン、この13、14、この年末やるお祭り騒ぎの、12月、疲れてんのか、おい、俺は。12月31日、最終日ですね。に岡本図が出演することが決定しました。今年もカウントダウンジャパンに出ますよ、皆さんね。時間なんかは、あの、まだまだ、こう、どんどん発表されていくんで、ぜひ、こう、追って、チェックしてください。お願いします。そして、さっきから散々言いましたけど、もう一回、桃色クローバー Z のニューシングル、ご運。これに浜岡本がベースで参加しております。今も散々弾いてたし、流しましたけども。で、この、新曲、あ、そっか、来週の、木曜ラジペディアでもうオンエアできるということで嬉しいってなってるんですけど、来週僕お休みめちゃくちゃですよね。かけられない今日にももクロのコメントもらって、かけられる来週僕いないっていうね。でもね、大丈夫です。11月ラストでお休みなんですけど、 Your Song is Good の斉藤 JJ 潤さん、 JJ さんが担当してくれますから、もう任せられるな。だから JJ さんがももクロオンエアしてくれるってことで、うん、あ、そうなんですか。あら、あのももクロのコメント来週も実は JJ さん宛てにあるということで、いいな、なんか結構自分だけのものだと思ってた、ね、嘘嘘、いやね、いろんなところで声が聞けるのは嬉しいじゃないですか皆さんね。ということで、じゃあ来週も僕は喋ってないですけど、ぜひ歌入りをチェックしてください。僕も聞きますから。それでは岡本図の曲も聴いてもらいましょう。岡本図でジョイジョイジョイ。Just do it, dance it all the night.
Shake it, shake it, shake it。はい、お送りしたのはももクロの新曲と同じ発売日岡本図で、あ、違うわ、間違えちゃったそうだ、ここ曲入れ替えたんだ、すいません、台本ボケしてましたね。発売日関係ないです、もう発売します。岡本図でジョイジョイジョイでした。 The best music. Yo, check this out. On the planet 81.3 Yeah! J-Wave。 では皆さん、木曜日ラジペディアの名物コーナーの時間です。浜子の部屋。はい、木曜深夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今1時23分ですね。浜子です。今日初めて聞いてくれてる方も多分たくさんいる中で、こいつは何を言ってんだということもあるでしょうけども、このコーナーは、私、浜岡本の彼女の浜子がですね、浜岡本の部屋から、彼氏のコレクションのレコードをですね、持ってきてですね、まあまあまあ CD かけるのもいいですけども、たまにはラジオでレコードを聞いてみようじゃないかっていうコーナーでございますよ。今夜何回目？今日も34回目。すごいですね。今日はですね、冒頭でも言いましたけども、我々岡本図が今年の、頭にやっていたシンガーソングトゥギャザーツアーというツアーの中で、岡本図の Are You Happy という曲がありますけども、 Are You Happy のシンガーソングツアー用のアレンジの、元ネタを今日はかけようかなと思って、7インチを持ってきました。誰かと言いますと、まあ、70年代に結構活発に活躍されていましたね、ジャマイカの、まあ、ルーツロックとかレゲエ、まあ、ダブの音楽プロデューサーでありますオーガスタス・パブローという方がいまして、まあ、でですね、それまでは多分この人が初めてなんじゃないかと言われてますけども、学習用の楽器で、あのメロディカっていう、なんつったらいいんだろうな、鍵盤ハーモニカって言ったら分かりやすいですかね、あれをですね、まあ、いわゆるこう本格的に音楽に取り入れた、ステージでもそれを吹くんですよ、オーガスタス・パブロが。その様がめちゃくちゃかっこいいんですけどね。リンゴさんとかもやったりしますね、あれね。ね。そう、それをね、本当に多分最初の本当に音楽にこうきちんと取り入れた人じゃないかなんて言われてる、そのオーガスタス・パブロの、まあ、ジャバという曲があるんですけども、まあ、Are You Happy をアレンジするにあたって、どんな感じにしたらみんなこう、いいじゃんってなるかっていうのをいろいろ相談しまして、このオーガスタス・パブロのジャバ、これを参考にして、あのツアーでは演奏しておりました。なんでツアーに来てくれた方はこう懐かしいかもしれないですし、初めて聞く方はこの曲かっこいいんでね、ぜひ木曜深夜にお部屋で聴いていただけるといい感じだと思いますね。女の子設定どこ行ったんだっていう話ありますけどじゃあ早速聞いてもらいましょうかね。オーガスタス・パブロでジャバ。From the west of America, to the east of America, here's the hottest, Jah.ちょっとレコードノイズに乗りながら戻ってきましたけど、いいですね。7インチで聞くといいですね。これね、福岡でツアー中に見つけて、それこそ。そう。でね、なかなかこういう、まあ、レゲエとかダブのレコードって、本当にこう、他のジャンルと比べて見つけづらいんですよ。僕らもまだちょっとその手のジャンルは、
こうあんまり掘り下げまくってないんで難しいんですけど、本当に見つけて、運よく見つけて、で、買ってったら、その日の夜にツイッターで、昨日、まあ、ワンマンの翌日だったんですけど、昨日ワンマン見に行ったものです。で、今日父のお店でレコード買っていただいてありがとうございましたなんていうのを聞いて、僕らを見に来てくれた方のお父さんのやられてるお店だったらしく、そのレコ屋がね、と今度父と二人でライブ行きますなんていうの来て、嬉しいですよね。なんかそういうことでつながるのっていいなって思った思い出のこの7インチ、いいよな。しみりしちゃった。しかも完全に浜子を忘れて喋ってましたけどね。いかがだったでしょうか。こんな感じで、来週は何にしましょうかね。本当に毎週悩んでるんですけど、部屋でこれを悩む時間もすごく楽しいんでね、気がつけばもう第34回目の浜子の部屋でした。 JW ラジビデオ、この後も今夜のテーマ、キュートでもいいですかについて考えていきたいと思います。ハロウィンのかぼちゃを叩き割ります。 The best music on the planet 81.3 J-Wave